タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは。タカチャンネルのタカです。今回は少年リック限定デフォリアルシリーズゴジラ1954。こちらを紹介したいと思います。少年リックとはね、何かというとですね、X プラスというメーカーがありまして、そちらの通販サイトが少年リックっていう名前なんですよね。で、いろいろね、結構値段高いんですけど、フィギュアが扱ってまして、ウルトラマンとかね、怪獣とかのフィギュアだったり、あとピープロのね、スペクトルマンとかのフィギュアとかもね、扱ってたりね、スペクトルマンや怪獣、その他もゴジラとかも、とにかくね、怪獣やウルトラマンやヒーローもののフィギュアが結構ね、扱ってまして、その中でもね、ひときわ輝いて見えたんです。このね、ゴジラのね、デフォリアルシリーズっていうものなんですけど、デフォリアルとは何かというとですね、デフォルメしたリアルなフィギュアみたいですね。そのまんまなんですけど、まあ簡単に言うと、もう拡大解釈したような、で、なおかつリアルな、リアリティのあるフィギュアって感じですね。開けるの楽しみですね。1954年のゴジラについてなんですけど、DVD で改めて見返したんですけど、とても面白かったですね。素晴らしいの一言ですね。概要を話すとですね、ゴジラ、というのはですね、水爆実験によって安住の地を奪われてしまったことによって東京に上陸するんですけど、それによってね、人々が混乱を招いてね、対抗してゴジラと戦って、最後は人類が勝つというね、まあそういう作品なんですけども、人間対ゴジラって感じで、とてもね、お話はね、悲しいお話でね、ほんとね、見てて歯がゆい感じがしましたね。母親がね、ゴジラによって殺されてしまって、それでちっちゃい娘さんがね、3歳か4歳ぐらいの子がね、大泣きしてるシーンがあったりして、そういうところを見るとすごく悲しくてね、自然災害でもそういうことあるじゃないですか。なんか地震とかね、火事とかでね、そういうことあって、ね、母親や父親を失ってしまう悲しみっていうのはね、ほんとね、耐え難いものあるんですけども、見ててほんと歯がゆくてね、泣きたくなっちゃいましたね。これ初代ゴジラなんです。で、東宝がね、それまではね、売り上げ不振だったんですけども、この映画が大ヒットしたことによってね、もう、その屋台船がね、一気にね、持ち上がったって感じになったんですよね。すごい観客動員数で、で、配給収入っていうのがね、1億円を超えてました。はい。調べたところによるとね。すごいですよね、この映画。あと、レイ・ハリーハウゼンやね、スティーブン・スピルバーグもね、大絶賛した映画ですね、こちら。他にも著名人の方が大絶賛してるんですが、小津安二郎さんでしょ?水木しげるさん、淀川長春さん、手塚治虫さんとね、そんな感じでね、大絶賛の嵐でね、ほんとすごい当時人気だった作品ですね。すごい映画なんですよね、こちら、ゴジラって映画はね。で、あと、コマ撮りアニメみたいなね、手法をね、撮ってる作品でして、そういう面もね、すごくね、面白いですね。ヤフオクで買ったんですけど、こちらね、7001円で落札できました。ですが、6580円が少年リックでの価格ですね。ですが、そんなに、大差ないですもんね。500円ぐらいの差ですもんね。じゃあ早速開けてみましょう。ちょっと小さいなと思ったんですよね、想像してたより。リアルさにね、驚くと思うんですよね。はい、リアルさとね、そのデフォルメされた感じのね、フィギュアってことでね、デフォリアル。うわー、いや、いいね、いいね、いいね。はい、上ちょっと覗いてみますか。はい、こんな感じでウィンドウ越しですね、こちら。はい、いやー、いいね、すごい楽しみだな。うわー、すげえ、いや、すごいっす、これ。少年リック限定デフォリアルゴジラ1954でございます。うわー、すごいね。電車を加えてますね、パッケージ。横こんな感じでウィンドウ越しで、ちょっとね、よく見えないけどね、開けないとやっぱ見えないですよね。こういう形になってるようですね。いやー、開けましょうよ、これ。このね、ゴジラのね、加えてるシーンね、その映画本編でもありましたね。ただ一瞬だったんですけど、こんなにグロテスクな顔してなかったですね。はい。影になってよく見えなかったですね。じゃん、開けます。
いざ開けます。お、意外と小ぶり。おお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 、すげえ。質感もすごい。わあ、すごい。これね、ちょっとよく見えないですよね。これちょっとアップでお見せしたいと思います。はい、こちらがデフォリアルゴジラ1954ですね。はい、こちらちょっと腕のところ持ってみたんですけど、ちょっとすぐポロって取れそうな感じがして怖いですね。非常に怖い。折れそうで怖い。腕の部分ぐにゃぐにゃしてるな。ここが、この電車を加えてね、いかにもね、目がすごいですよね。目の部分が本当にグロテスクですよね。うわ、牙が出てすごいね。これ触っててね、ゴジラの質感がすごくね、いいですね。ゴツゴツしててね、で顔がボコボコしてますよね。これがデフォルメした、デフォの部分ですね。デフォルメの部分ですね。すごいね、これ迫力が満点ですよね。こんなフィギュア見たことあります？うわ、すげえ。初代ゴジラいいっすね、やっぱりね。あ、最初の場面は船が沈没しちゃうんですよね。船が沈没しちゃって、で、あの、その船の沈没の理由を探しているうちにゴジラがね、原因だということがわかるんですけども、これなんかほんと手がちっちゃい。すごい手がちっちゃい。手が小さ。足も短くて、なんか、すごい顔はでかいし、もうアンバランスなフィギュアですよね。すごいですね。名前の由来なんですけども、ゴリラの5とクジラのジラ、それを足してゴジラにしたそうですね。すごいね。発想がユニークですよね。ユニーク。最終的にあのなぜ人間が勝つかっていうとですね、オキシジェンデストロイヤーというね、あの秘密兵器をね、芹沢博士という人がね、作ってね、それで最終的にゴジラはね、体が溶けて骨になってしまうんですね。すごいかわいそうなんですけど、オキシジェンデストロイヤーでむごい死に方するんですけども、まあ、当然といっちゃ当然なんですよね。もうそのゴジラをやっつけるにはそれしかなかった。初代ゴジラの思い出深いシーンといえば、ね、そのアナウンサーがね、テレビ塔の中に入って実況中継するんですけども、皆さんさよなら、ここでお別れでさよならって言いながら、そのね、鉄塔が倒れちゃって、テレビ塔が倒れちゃって、その時直前までもうリポートするっていうね、姿勢がすごいなと思いましたね。いやー、すごいね、このフィギュアはね。リアルですね。リアリティが満点ですよ。飾り映えしますね、本当に。グワッシャーって加えてますね。グワッシャーってもう、電車がぐにゃ曲がってね。で、掴んでるしね、ゴジラがね、電車をね。こんなフィギュア見たことない。はい、初めて見ました。びっくりしました。はい、というわけで、デフォリアル、少年リック限定、デフォリアル、ゴジラ1954でした。はい、すごいっすね、これ。本当にね、どっからどう見てもね、迫力がすごいですよね。ゴツゴツした岩のような感じでね、触り心地もすごくいいです。というわけで、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。はい、ではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。